どうも皆さん、こんにちは、ほうです。今回は超レアなヘリコプターを集めたいと思います。一つ目のヘリコプターは刑務所の中にあるみたいです。なので刑務所に行くためにまずはわざと捕まらないといけません。お、ここに警察官がいるぞ。こんにちは。刑務所入りたいだって？じゃあ逮捕してやる。うわー、すげー。ということでついにトレバーさん逮捕されてしまいました。刑務所へ向かっております。現在すげー、お、見えたぞ一瞬、あそこにあるんじゃない。ということで、おー、ついに刑務所の中に入っちゃいました。サングラスって没収されないんだね。急げ。こっから行っても大丈夫なのかな。お、あったぞ、あれだ、ヘリコプター見つけたぞ。よし、すげー、やったいきなり見つけた、こんなところに。マジかー、やったー、これは脱走できるんじゃない、余裕で。おー、すげー、やったー、余裕すぎー。マジかー。こちらのヘリコプターは長崎バザードですね、の警察バージョンです。これはもうめちゃくちゃレアだね。ヘリコプターのキーを手に入れるためにちょっとまずはこの中に入らないといけません。おー、すげー、中はこんな感じになってた。マジかー。刑務所だー、すごー、めちゃくちゃたくさんいるんじゃない。今みんな運動場に行ってるみたいで誰もいないね。ここか、すげー、なんだこれ、車のパーツとかいっぱい置いてあるぞ。お、いたぞ、あれだ、あの人だ、あの人が鍵を持ってるみたいだね。こんにちは。うわー、バレたー、うわー、マジかー。戦いになった。オーケー、やったー、よし、鍵をゲットしたぞ。今のうちだ、急げ、逃げろ。これでヘリコプター動かせるぞ。乗りまーす、やったー。さ、エンジンをスタートさせて。おー、すげー、動いたー。やばい、手配度がついちゃった。まずい、逃げろー、急ぎまーす。イエーイ、まさかのヘリコプターでね、刑務所から脱出です。やったー、ゲットだぜー。一人称視点で操縦席を見るとこんな感じです。めっちゃかっこいいねこれ。すげー、窓広い、めっちゃいい景色だ、最高だね。で、こちらね、ミサイルとかね、ついてません、そういうのは。武装は全くついてなくて。やったー、お家に着いたぞー。まずは1機目ゲットだー。よし、ここに置いておこう。おお、めちゃくちゃうまく着陸できたんじゃない今の。やべえ、かっこいい、すげえ。やったー。では2機目見つけに行きたいと思います。そして2機目はこちらの湖にあります。おお、なんだこれ、なんか島みたいなのができてる、すげえ、なんじゃこりゃ。ベックリンの代表作の死の島っていうのにそっくりです。おお、着いたー。さて、この不気味な島にヘリコプターがあるみたいだ。あ、なんか上にヘリコプターらしきものがあるね。そこだ、絶対あっちだね。これ島全体はなんかお墓っぽい感じだね。すげえ、ここにいっぱい木が生えてる。めちゃくちゃたくさんのろうそくがあるね。これ夜見たらめちゃくちゃ怖いんじゃない。あ、なんか椅子とかもある、ベッドとかもあるぞ。あ、なんか誰か来た、うわ、やばい。襲撃者だ、急げ。早くしないとまずいぞ。おお、そしてついに見つけました、こちらです。すげえ。こちらのヘリコプターはスパローっていう名前のやつです。すげえ珍しいぞ、 GTASA の頃に登場したやつだね。やばい、早くしないと襲撃者が来てる、急げ、早くエンジンをつけて。よし、いいぞ、飛び立とう、行きまーす、出発、逃げろー。うおー、やばい。うおー、すごー、なんかデザインがいいよね。二人乗りでソファーもなかなかいいですね。なんかこれただエンジンつけて操縦席つけてって感じの、なんかめちゃくちゃ簡易的に作ってるヘリコプターだけど、めっちゃいいねそれが。おーい、シミオ、見てくれー、どこにいるんだい、ちょっと危ないよ。おお、そこにいたんだシミオ。よし、やったー、着陸しまーす、イエーイ、2機目ゲットー、うー、やったぜー。さて、この球体の窓ガラスすごい割れやすかったんで、ちょっとね、窓ガラスの方は修復しておきました。では3機目見つけに行きたいと思います。どうやらね、3機目はね、このマイケルのお家の近くにあるみたいですね。で、そしてここに豪邸ができてるみたい、すげー、なんだこれ、超でかい豪邸だ。で、こっちがマイケルのお家だね。じゃあ早速入ってみましょう。あ、ここ違う家だったわ。開けてー、入りまーす。おー、すげー、めちゃくちゃ立派な豪邸だね。お、開いたぞ、やったー。じゃあこっから入ろうかな。ガレージから入ることがね、できなかったです。で、そして
こちらの階段から登っていくみたいです。いけ、おお、すげえ。そして3階に着きました。おお、すげえ、こっから部屋に入れるんだ。やったぞ、めちゃくちゃ燃えてる。これが暖炉かな。すごー、広っ。なんだこれ、素晴らしいね。めちゃくちゃガラスが使われてる。そしてこっちテラスもあるね。すげえ眺めいいな。ゴルフ場も見えるね。素晴らしいぞこれは。おお、こっちめちゃくちゃいい。最高じゃない。なんだこのシャンパンタワーは。すげえ、マジかよ。でこっちがベッドルームになってるみたいですね。なんとなんと、素晴らしい景色じゃないですか。ここにお風呂があんのマジか。こんな感じでした。じゃあ早速ね、屋上に行ってヘリコプターもらってきたいと思います。で屋上に行く際もこっちから外に出て、この階段を登っていけば屋上に着くはず。おお、着いたぞ、やったー。お、ヘリコプター見つけました。すげー、かっこいい。乗っていきたいと思います。こちらヘリコプターっていうよりオートジャイロだったみたいですね。おお、すげー。よし、離陸しまーす。おお、かっこいい。やったー、なんか飛行機みたいなヘリコプターだね。行くよー。すごっ。え、もしかしてこれは、もしかしてもしかして武装がついてるー。マジかー、めちゃくちゃ最強じゃない。そしてミサイルも。え、これはやばいすごすぎる。他にはホービングオフだって。ちょっと待って、戦車キャノンとかついてるぞ。やべえ、なんだこれ、戦車キャノン、やば。おお、めちゃくちゃかっこいい。素晴らしいね。これはちょっとどれぐらい威力あるか試してみたいと思います。さてこちらにはたくさんの車が並んでます。そこに撃ってみたいと思います。これぐらい離れてからいけー。おーら、強えー、やばー、めちゃくちゃ強い。なんという破壊力だ。そして次はミサイルに変えて、ミサイル発射すごすぎる。ミサイルもめちゃくちゃ強い。いけー、おーらー最強すぎるんだけど。そして戦車キャノンも使ってみたいんだけど、これ当てんの難しそうだね。これも、うやべえ、戦車キャノン絶対強いよね。パトカーに向かって発射。そこにいるパトカーに発射。おお、すげえ、当たった。お、ヘリコプターが来てるぞ。マジか、いけー、撃ちまくれー。おお、やったぞ。てかもうこれ壊れそうになってない。こちらのヘリコプター攻撃力強くても防御力全然なさそうだからね。なんかすぐ壊れちゃいそうだね。やった、もう少しでお家に着くぜ。シミオ、見えてくれ。おー、危ねえ、木にぶつかりそういやこれ楽しいね。すごい、一番いいヘリコプターだね。これが今回集めた中で最高のやつだ。イエーイ、やったー、到着だぞ。さあこれ置く場所がないね。でもこれちょっとね、機体が軽そうなんで、どこに置いても大丈夫そうだね。ここに置いとこうかな。よし、うまいこと。この水の中に置きたいんだけど。おっしゃー、やったー、イエーイ。これはもうめちゃくちゃいいやつだったね。チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。